国家情報基盤改革委員会の方から次世代へ誇れる番号制度システムの実現をということで金丸委員長から提言がまとまりましたのでご報告をさせていただきます。はい、本日は表紙の方からありがとうございます。表紙の表題からやや刺激的なタイトルといいますか、タイトルはいいんですけど、その下は国益とか国民益とかをこう前面に出して、俗議員とかそれからある省庁の焼け太りとかある企業の人たちの私益のためではないような番号制度にしなきゃいけない。だからこれ結構もし導入されてこれをシステム化されれば、長きにわたって我々の税金をピンポイントで有効に活用しようというインフラになり得ますので、まあ、そういう意味で、この表題から思いを込めて作りました。で、今日のご出席の皆様に限らないんですが、この番号制度っていう制度設計とそれと合わせて、この制度設計も重要なんですけども、これほとんども IT そのものなものですから、IT の今の現状がどうなっていて、で今後どうあるべきかっていうことが提言でまとめてございます。でお手元に何からいただくか、この、提言のポイントっていう書いてある後で補足いたしますが、最初に番号制度導入全体に関する同意会のスタンスっていうことで書かせていただいてます。国民の権利とか義務とか、あるいはその公平感でありますとか、で一方で、本人がきちっと把握ができるということから、ナショナルセキュリティであるとか、あるいは、政治行政の効率化、あるいは政府の競争力向上の観点から番号制度そのものにつきましては早期導入をすべきであるというのが1番目のスタンスでございます。でここからの方がより重要なんですけども、ただし、重機ネット、これもなかなか意味がないというか意義を見出せない仕組みになってまして、でこの重機ネットや過去の電子政府、過去の電子政府というのはもうほとんど作品はないんですね。いろんな著名な企業が、システム作りに参画をしていらっしゃるはずなので、本来誇れるものがどっかに、なんとかの省庁のなんとかシステムはすごいだろうってのはなきゃいけないんですけど、全く皆無と言って僕はいいと思うんですが、だからそれと同じ失敗を繰り返されたんではもう元も子もないわけでございまして、そういう意味では、国益とか国民益を優先した動くシステムとして、しかも使いやすいとかですね、なるほどそれは良かったねっていうぐらいの投資対効果があるものじゃないといけないということでございますが、なんでこれが2番目に来ているかというと、そうもなりそうもないからでございまして、これは後でご説明をさせていただきます。そういう意味では、現在国会に提出されているマイナンバー法案、本当はもっと遡れば全部私個人的にはやり直したいんですけれども、もう今これギリのところに来ているので、このギリギリのところに来ている案をできる限りこううまく変えればですね、もうちょっとまともになるんじゃないかということでございます。で大きな問題点は全体設計の視点とか検討が欠如しています。なぜかしら、税と社会保障の一体改革の検討チームの中でいうその IT 分野の検討というのは2つのワーキンググループしかありませんでした。それは一方、一つはプライバシー保護、個人情報保護をどうあるべきかっていうワーキンググループと、それからこれもなぜか知らないですけど、情報連携基盤のワーキンググループって、この2種類です。でこれは設計から見たら、なんていうんですかね、全体像のインテリジェントビルを建てようとか家を建てようとしたら全体像なく、なんか配管のことだけずっと話し合ってるとかですね、あるいは情報連携基盤っていうんだから接続するものが何かっていうディフィニッションがあって真ん中が決まるんですけど、真ん中がどうあるべきかっていうことだけをやっています。それは多分重機ネット等の導入の時に、プライバシー保護ということで、各地でいろんな訴訟もあったこともあってか、そこはちょっと分かりませんが、この2つのワーキンググループです。普通このワーキンググループというのは2個足すと全体にならなきゃいけないんですけど、2個足したところで何もならないというのが今現状です。であとはもう一つ、今のは中央省庁の、あるいはその真ん中の
内閣府等で検討されていた IT の検討なんですが、一方で中央と、地方自治体1800の地方自治体とつなぎますから、そうそう、それを合わせた全体、中央と地方の全体の設計をなされないといけないんですけども、これをやっている人には我々は誰にも出会っていません。だから地方は地方で検討していて、で情報連携基盤のワーキンググループっていうのは真ん中ばっかり検討していてっていうことであります。でさっきほど来出ている情報連携基盤っていうのは、なんでそんなことになっているかっていうのは、これはまあ研究をしていって分かったことはですね、最高裁判決、銃器訴訟、銃器のネット訴訟に関する訴訟を最高裁が棄却をする、これは違憲ではないっていう、棄却をするっていう時に使われた文章表現の中に、例えば、皆さんの情報を一元管理をしている主体がないので違憲ではないって使ったのを、すごくそのセンシティブに読むと、一元管理をしている主体があると違憲だと言われかねないということがあって、我々は今分散管理っていう、だからバラバラの管理がいいんではないかってなっています。だから基本的には例えば銀行でも生命保険でも何でもそうなんですけども、最終的に何かやろうとした時に何せできないといけないんですよね。その人にお金をいくらずつ払っていて、各省庁ごとにバラバラで払っていて、合計はいくらかって把握しなきゃいけないから、いずれ名寄せしなきゃいけないので、名寄せしやすい仕組みっていうのは普通は作るんですけど、ただ一方でこれはもうセキュリティを心配なさるっていうか、個人プライバシーを心配なさる人にとっては、多分一元管理っていうとなんかガサッと情報が抜かれていくとか、あるいは誰かがポッと見れば全部見られるってことになると思うんですけども、私はあのコンピューターの専門家としては、実は分散処理屋なんですよ。分散で処理をするっていうのは、私はあの並列分散処理っていう、あの中央で大きなコンピューターで一元的に処理するっていうのは反対論者なんですが、そのこととはちょっと違ってですね、この番号とか個人情報、あの個人の情報を各管理をする主体が分散で私はあってもいいと思ってるんですけども、データは極力一元的にっていうか、すっきりしやすいように出してあってっていうことなんですが、でこれは今あのこれを回避するために真ん中にあの、まあ、実態的にあまり意味がないと私は思っておりますが、情報連携基盤たるものを今検討しておりまして、まあ、検討してるってことになります。で我々は、米国と韓国ってのは一元管理だと、これはそのテロの心配もあるでしょうし、マネーロンダリングもあるかもしれませんので、まあ、一元的に管理をするっていう方式でございますが、我々は分散管理になっています。でこれがセクトラルモデルっていうことなんですが、このセクトラルモデルっていうのは、番号が各セクションによって異なると、でそれをつなぐために情報連携基盤っていうものが必要になるっていうので、セクトラルモデルプラス情報連携基盤っていうのが我々が今日本の国が選択をしている方式でございます。でこれをこの方式を選択している国は非常に少なくてですね、オーストリアとか、オーストラリアじゃなくてオーストリアとかっていうことなんで、我々今オーストリア方式で、これはあの対抗とか法案の中にオーストリア方式なんて出てまいりませんので、ただまあ、 あのこういう現状にあるということをご理解いただきたいと思います。以降が、これからの提言になりますが、今申し上げたようなことなんですが、番号制度の全体設計がないので全体設計してください。で全体設計するときに考えなきゃいけないことの視点を4つ挙げさせていただいています。今回、まあ、何らかの形で新しい機能として、あの実装を加えるものですから、この新しい機能をどこの器の中で実装するかなんですが、これを今あの先ほど申し上げた電子政府の今の現状にあまりいい作品がないと申し上げましたけれども、その古い器の中にある古いソフトウェアに対して回収するのか、今のシステムはそのままにしておいて新しい機能を新しい器の中に取り出して、でそれを接続をするっていう、それは既存システムの回収を極小化するっていうことでございまして、コボルのソフトウェアを修正すると1画面、まあ、我々の業界の常識で1画面1人月かかるんですね。新しい世界だと
画面をパパって作るものなんて自動生成で、まあ、当社なんか自動生成で作りますのでそんなにかからないので、だから新しい方に、持ってくるべきであるというのが1番目で、2番目が国と地方のシステム一体設計、これはあの省庁の壁がありまして、地方は総務省の中の旧自治省が主体としていろいろお考えであると。で今あの中央の方は今内閣府の方で、考えてきたということになっていまして、まあ、ここの一体設計が必要だと。それから3番目は、これはあの年金でもそうなんですが、社保庁の問題でもそうでしたが、完璧を目指すがゆえに時間だけかかるのでもっと完璧じゃなくなるので、まずは1回80点でも85点でもいいので確保してからあとの 15% ぐらいは、スピーディーに補うって方が現実的であります。これをまた完璧主義に行くと時間だけかかって IT はその間に陳腐化しますので、テクノロジーですね、そういうことがあるので発展するデータベースという概念が必要じゃないか。それから4番目はこれが今はもうないのはもう全然あの世界とは劣後してるんですけども、いろんな分野にいろんな観点から情報が行き交うんですけども、そのやり取りのフォーマットとかルールが世界が全部一番セキュリティレベルの高い情報はこんなやり方をしましょうとか、あるいはそのもうちょっとそのセキュリティレベルが落ちた時にはこういうやり方をしましょう、決めてからやるんですけども、我々は決めないままやっているということでございます。以下が、今申し上げたようなことを提言の1から10まで、書かせていただいております。一番最初は今申し上げたようなことであります。全体設計とそれから工程表とか利用分野の優先順位とかもうちょっと考えてください。それから将来性とか拡張性に富んだ設計構造にしてください、まあ、当たり前のことですね。それから投資対効果、実行計画等の根拠の明確さ、これは一声、初期投資6000万とか5000万と言っていたんですが、だん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 追求していく過程において引っ込んでいっています。数字が、どうかの新聞で、書かれた産経新聞でしたが、あの報道なさったことぐらいしか、数字が、ございません。所管も複数化しておりますので、さっき申し上げた通りでございます。2番目も今申し上げたようなデータベースのことであります。でセキュリティセキュリティって皆さんも、まあ、おっしゃるんですけれども、一元的に1箇所にデータベースがあれば、例えば入り口が1箇所であればですね、そこをその通過すると全部こうデータが取れるってことになるんですけれども、まあ、普通はそのアクセス制御って言いますか、だからデータ分散は分散って言いますか、してるんだけど論理的には一元管理だとかっていうことが起こりうので、まあ、ここはもうちょっと技術も信頼もしていただきたいなと思うんですけども、まあ、簡素かつ効率的なデータベースが必要だと。で、今のプライオリティ1で考えている医療情報っていうのが一番社会保障だと算出のカット、あるいはピンポイントでもっと有効に使えたり無駄を削減するということが効果なんですが、医療情報は今、フェーズ2になっておりまして、一番最初は税と社会保障の医療情報を除きますので、年金とかあるいは給付付き、税額控除というところで使われるので、そうすると給付付き税額控除なんかのということで使われることを考えると、収入その人の収入が把握できないとそれはやりようがないわけですから、でその人はその収入を出したら給付付き税額控除の対象になるっていうことにあって、お金をもらう側なので、その人のプライバシーっていうのをプライバシーを出さないとその政策ができないですね。その政策に関係ないここにいらっしゃるような人たちはそんなことは出さなくていいわけで、だから政策の先にいる人たちにとっては今回の第一フェーズだとそれほど高いセキュリティレベルがまあ必要ないんじゃないかっていうぐらい私は思っております。で3番目、医療分野の早期活用、これは、まあ、今申し上げた通り医療分野は今後回しになっています。だけど社会保障全体のコストを引き下げる上では不可欠の情報なので、医療分野に使ってこそ初めて、あるいは医療分野に使えてこそ初めてこれは意義があるということですが、今は後回しになっています。提言4番目、 IC カードとマイポータルが出てまいります。でこれはなぜかしら全体設計の重要性の議論よりも今 IC カードを投入をどうするかとか、マイポータルを入れるのかどうかっていうことが今
最大のなんか争点のようになっていること自身がまか不思議なんですけども、IC カードっていうのは本人認証に使おうってことなんですね。で、本人認証をなぜしなきゃいけないかっていうと、このマイポータルっていって、これは どっかの新聞にも書いてあったんですけど、自分の情報は自分で管理したり守るのが、ネット時代には重要だって書いてあったんですが、一方でこれマイポータルっていうのを、マイポータルって口をインターネットの口を全国民に開けるわけですから、それこそプライバシー保護で誰かハッカーがやってきてそのデータを不正にアクセスするんじゃないかという懸念はむしろまず入り口を開けるわけですね。で、だから IC カードは必要だっていうことなんですけども、じゃあ国民の何パーセントの人がこの IC カードを、まあ、買うか支給されるか別にして IC カードリーダーもそこでセットして、で、画面の前に向かって自分の情報を誰か不正にアクセスした人がいないかっていう確認をどれぐらいするのかなと。ちょっと我々の本人認証の前にもし今のような懸念であれば、不正アクセスするっていうのは税と社会保障のところであれば役人の人たちだけなので、役人にだけ IC カードを配って本人認証すればもっと確かじゃないかというのが我々考えていることでございまして、しかも今、IC カードを配るとすると、接触式ということで非接触じゃなくてですね、でこれをそのお隣韓国が配り始めたんですが、まあ、今時非接触の時代でもあるし、携帯お財布携帯の時代でもあったりするので、そういったものを有効活用した方にむしろ行っていて、 IC カードを全部配るってのは全く私は必要ないということを考えてございます。投資対効果がよくわからないということです。で、マイポータルは希望者にまずこうそのマイポータル機能をその提供すればいいので、全部のうち1億2000万人のうち仮説でじゃあ1000万人の人が使うんじゃないか、じゃあ同時にアクセスする人がひょっとすると1000万人の、10分の1で100万人ぐらいの例えばアクセスをするんじゃないかといって、100万人のアクセスを前提としたむちゃくちゃ大きな基盤ができてしまう可能性がありまして、私はそんなには必要ないんじゃないかと。で、一方で例えば住民票を取るとかでワンストップサービスが利便性として謳われておりますけれども、まあ、住民票も毎日1回取るわけじゃないですし、それから引っ越しの時にワンストップで全部、修正ができない、修正しなくていいですよっていうようなことを言うんですが、それも人生で、毎年1回引っ越しする人もあんまりいないので、トラフィックっていうかデータはそんなにないんじゃないかと思っています。だからマイポータルももうちょっと再考を考え直したいんじゃないか。提言5番目、これは全く出てきておりませんが、想定コスト、開発のアーキテクチャ、いくらかかるとか全然出てこないと。それから、一説によると IT よりも初期突合費用、また前もあの重機台帳を作って、でそれで重機番号っていう番号を振っていって本人確認をしていくとかっていう、その作業にまた使われる可能性の方がたくさんある。まあ、それも合わせて、アーキテクチャと合わせて歳出根拠の早期開示が必要である。次に IT 投資、過去の政府の IT 投資の失敗を繰り返さないよう技術使用の検討状況の積極的なオープン化を図って第三者の監視のもとで制度設計を行う。で、6番、提言6、ここの第三者というのはその今の提言後の第三者とはまた別ですが、今あの個人情報が保護されているかどうかをチェックする第三者機関というのは設けられることになっていまして、それは独立性の高い第三条機関となったことについては評価はいたしますが、非常に権限と範囲は狭められておりますので、まあ、もう少し、この役割を拡大すべきではないか。それから、構成は、しかるべき人たち IT の技術の専門家と弁護士などを独立的に採用するべきではないかと。でこの三条機関になったんですが、この所在地が今あのプレイヤーの省庁の一つや内閣府の中ですので、それが同居しているのはいかがかと、国会っていうものもあるんではないでしょうかってことでございます。で次のページが提言7で、 CIO およびプロジェクトチームの編成、 IT の調達のあり方が2000年以降から変わってまいったことはあの評価すべきなんですが、大体各省庁に CIO 補佐官っているんですが、補佐官はいるんですけど、じゃあ CIO は誰なのっていうのが
まあ、非常に不明確だし意識もそんなないんじゃないかと。で今回は IT 技術への知見とか国益への見識を備えた、さっきの企業益じゃなくてですね、 CIO を総理直轄として設置すべきであると。それから念には念を入れてですね、もう大体こういう専門家チームを作るとなると、まあ、人選でも勝負ありになってしまうので、2チームにして、もう監視するチームと実施するチームに2チームに分けてやろうかと。それから入札のプロセス、これは競争入札がいいって言ってきたんですが、競争入札のプロセスは一応経てるんですね、今の電子政府は。だけども結果はもう全然劣後していますので、これはその結果責任の両方が必要じゃないかということでございます。提言8、これはもう開き直ると情報セキュリティ技術に 100% はないと。だから不安不安と言っていくと課題のコストがかかって、またせっかくの血税もですね、無駄に使われることになるので、情報っていうのを機密分類すべきだと、定義を。で最高機密って決めたら最高なセキュリティにするということが必要じゃないかというふうに思います。提言9、これは本人確認というのは、民間では今いろんな現場で本人確認が行われていまして、まあ、例えば、平たい場であるとパーティーなんかに呼ばれていて招待状を持っていかなかったりと名刺2枚で本人と見出して出しているというのは、これもある意味では民間の知恵だったりするわけですね、スーツでこう見て。だからいろんなところでいろんな本人確認手段というのが、現実には存在していますので、そういうところからですねガイドラインを決めればどうかと。でその時の決め方は複合的な手段の検討、 IC カードにオールマイティではなくて、でその現場でちょっと怪しいなと思って IC カードに加えて、 IC カードとは言いませんが、何か一つですね、任意の何かを自由に選ぶべきだとかいう方がまだいいんじゃないかということで、まあ、それも決めるべきだということでございます。で提言10は、この官民でデータ連携をした時の最もインセンティブがあるのが法人番号でして、で法人番号は、プライバシーというその配慮がややそんなにしなくてもいい分野ですので、法人番号の官民利用は先行して積極的に進めるべきではないかと。それから、個人の方の番号についてはもう少し利用場面をですね具体的に示さないと国民の理解も得られないし、それから今回の投資の対効果の、理解も得られないということでございます。で最後終わりに、まあ後で終わりにはぜひ読んでいただきたいところですが、私書いたんですが、文章なんですけども、もうこれに関わる人たちはですね、まあ、本当に良心のある人たちに集まってほしいなということが、これに携わるであろう、これは同意会の中にも候補の企業がいっぱいいらっしゃいますので、そういう系トップ向けに私が書いた文章でございます。以上でございます。非常にこの分野なんか分かりにくくて、関心を持ってあるいは皆さんが報道なさったとしても、どれだけ読んでくれる読者がいるか、そうすると読者がいないとあんまり書かないじゃないかという気もしないわけじゃないんですが、これすごく重要で、もうこれができなかったら私は日本を捨てて他の国に移住しようかなと思っているぐらいでございます。以上でございます。ありがとうございました。知見のある院長ならでも盛りだくさんで、大体現場です。10あるうち、これだけはっていうか、優先順位つけるとしたらどうなんでしょう。一番はやっぱりこの全体設計なんですよ。全体設計していこうという発想でいくと、例えば IC カードだけすごく声高に言う人っておかしいじゃないですか。あなた IC カードって全体の設計が行われてもいないのに、なんでそこだけ必ず必要だって言うんですかっていう話になるので、で一番はこれだもん。これじゃあ、1から順に優先順位ってことですかね。そうですね。私も非常に不勉強で、なんか基本的なことを聞くようで恐縮なんですけど、マイナンバー法案が出ていて、通常こう電子政府を作るときの、そのシステム面 その政府のこう設計とかですね、そこら辺を法案に盛り込まれるのか、どうやってこう作って、で事前にどうやってこう検証し、効果のことを検証しているのか、そこら辺いかがですか。法案には、システムに対してなんかある程度の制約がかかるような表現をしようとしていた時とか人が、いなかったわけじゃないんですが、まあ割と去年の初期段階から、経済界との交流が深まっていって、だんだんみんな疑問を持ち始めて、でそのフィードバックっていうか、まあ、これをこの提言をじっと書いてただけじゃなくて、日々交流を深めていきましたから、これどうなってんだなってんだって聞いていったので、私は今のところそのあまりその法案の中にですね、
要するに技術で解決可能な分野について分かりもしない人が固定的なことは入れないでほしいっていうことなので、今 の, あの法案を読めば割とまだ自由があるんですよっていうのが現状です。でだけれどもその見えなかったっていうのは、我々最初内閣府がやっておられるので、まあ、そこの税と社会保障一体のチームのところをやってたんですね。ところが後半になって、ちょっと待てと、実態は旧自治省の方で検討なさっている地域情報なんとかプラットフォームとかっていう構想もあって、そちらはそちらでガンガン進んでるんですね。でこんなベラベラ喋ってていいですかね。同意会を超えていいですか。同意会を超えてるのかよく分かんない。いや、同意会に責任を及ぶと思います。私たちは別にかいいですか。要すると今ポイントを言うと、ラスエックっていう組織があるんですね。重機ネットの運用している組織で、これは民主党対自民党っていうね、まあ、不毛な戦いによって自民党が入れた重機ネットとか重機番号に当時の民主党は反対していたんですよ。で反対しまくっていたの中に、今その運用するラスエックっていう組織体がありまして、でこれはその行政仕分けの仕分けの対象で仕分けたんですよ。仕分けた。だから多分重機番号っていうのは、じゃない方がいいので、多分マイナンバーが僕出てきたと思って、マイナンバーって、だってもう一回振り直すんですよ。で前振り直したじゃないですか。そしたらあの振り直したやつを出て、番号ってのは、まあ、桁数とかがその十分とりあえずあればですよ、もう一旦振ったのはそれ使えばいいじゃないですかっていうんだけど、これ使わないことになってますよ。だからそれがスタート点になってますよね、多分マイナンバー。それから重機なんとかって番号がつくと、またそれを全国で重機番号と同じだって言って、せっかく収まっている訴訟が出るかもしれないから、でこれは分からないでもないと、そういう思いがあったと。相当不思議な道を今歩んで今日いて、で法案は多分今、まずは増税できるかどうかっていう中にあって、だから税と社会保障の一体改革っていう中で、このマイナンバー法っていうのはそのうちのサブセットの一個なので、今本丸の議論が集中なさされているので、これがあまり時間がなくて決着がつくとポッとこのままいくのか、それとも修正案が自民党から出るのかっていう今局面ではないですかね。で、大体これ世代間格差があって、もう長老はこのもうマイナンバーとか、まあそれはある程度作戦は効いてるのかもしれませんね。 IT が出てくるので、もう俺は関係ないっていう、あの議員の人の上の方はそうですね。そういう人たちから、まあ、出てきてもプライバシー保護っていう、大丈夫なのかよっていう話が出てくるから、大丈夫じゃないかよっていうと安心安全って出てくるので、これはその高コストに行く可能性がありますよね。通信回線も、まあ、ちょっとセキュリティレベルが IP の VPN で行くとかではなく、必ずこれは専用線で行きましょうっていうと、でかい廃域で引っ越し、全国の引っ越しをする人はなんか人口の 4% って言いましたっけ、その程度しかいないから、多分重機 の, あのシステムの中の通信費っていうのは相当かかってると思うんですね。でもデータはないですよね。だからそんなことが多分、だから安心安全っていうのもちょっと怖くて、だマスコミの方が今後どう出るかは、なんていうんですか、 IT ゼネコンの人にとってはフォローの風のように使われる記事になるのか、国民の方に言うなのかは よく考えて書いていただきたいなと。これ今までの重機で使った費用はどうなるんですか、というかどういう会のさんの提言としては、この重機よりもやっぱりこのマイナンバーなり新しいシステムを有効的に使った方がいいよねっていう話ですよね。ですね、これ4番目、4ページ、あのこの提言の中の4ページに、この番号 の, その今登場している番号の種別がどんな形になるかっていうのは、まあ、この絵が必ずしも分かりやすいかどうか別ですが、上の方が今存在している、例えば国税とか地方税とか年金とか医療とか介護とか、まあ、これが税と社会保障に限って言えばですね、でこれをその各省庁とかが持っている機関として、これを情報保有機関という定義になっていますね。でここにはすでに右側の社会保障に関しては、例えば年金は目に見える番号があるわけですね。年金手帳に番号が書いてあるとかありますよね。それから健康保険の
あの健康保険証にも番号が書いてあるので、これは既存番号が各分野別に存在をしています。で各分野別に存在しているままにしましょうというのがセクトラレルモデル、セクトラルモデルですね。で左側に税務はないんじゃなくて、内部に我々の番号を持ってるんですね、内部番号って。でこれを持ってるか持ってないかって言って、持ってるかも答えませんとか言ってるんだけど、こうコンピューター上ありえないので持っているんですよ。で今持ってる番号ですよ、上が。で一番下が今回入れようとしている、社会保障税番号、見える番号、これを今回呼び名を変えて、住基なんとかじゃなくて行政手続き識別番号って言って、なんか分かりづらいでしょ。でこれを一番下がまた新たに導入するのも新しい見える番号なんですよ。で真ん中にこの見える番号と今存在している番号を紐付けをするために連携用符号っていうのを今度入れるんですね。でこの連携用の符号っていうのを、これも符号って軽く言ってるんですけど、これがもともと国民 ID って言われていたやつなんですよ。で国民 ID って言っていたやつなんですけども、国民 ID って言うと皆さん国民に背番号を振るのか、俺は嫌いだとかね、まあそんな話なんです、好きとか嫌いとか。だからこれを符号とか言って無色透明のようにしてるんですね。で今度それを結びつけるのに符号媒介として情報紐付ける仕組みって言って情報連携基盤っていうのを言っています。でも考えてみてください。税と社会保障で税同士は国と地方はもうすでに連携されてるんですね。地方税とか、税国税は全部、年金は年金で地方の事務所とそれから本庁とは、だからそれぞれはもうすでにデータ交換はできていますので、ちょっと税と社会保障のこの横の連携がどうあるかっていうことなんですね。さっき申し上げた通り、政策がを実行するためにこれ必要なんですけども、政策が実行されるときに給付付きの税額控除って考えたときに、みんなにそれするわけじゃなくって少数の人にするので、最初にこう各省庁でデータベースをなめてですね、ごそっと持ってきた者同士をつなげるだけなので、そんなにトラフィックもないし、それから究極の情報連携基盤をしなきゃいけない、プライバシーを保護しなきゃいけないデータって医療情報なので、それだったら最初はもっと軽いものでいいんじゃないかと。でもっとリターンが確認できてから、使われるようになってから本格派を導入すべきだったら、これ多分企業の IT 投資だとそうしますよね。だから第一フェーズにできもしないのに、過去失敗ばっかりしてるのに全力を尽くすようなことをしてお金を全部使っちゃうのが得策じゃないってことですよ。そう、これ分かります？この要するにね、例えばこれ5人いて僕と直接結ぶのが、まあ、あれかもしれないって言っていて、だから僕とその山本さんがこの4人を経由してつなぐわけですよね。でつないだところで、でもつなぐまでは返したんだけど、つながった瞬間にもう僕と山本さんはコミュニケーションできてるわけなんで、意味がないじゃないですか。僕は一生山本さんを知らないっていうんであれば、山本さんっていうのは匿名で僕のところに山本さんのデータが来たって分かるんですけど、これ既存のところに全部このマイナンバーっていうのはまた振られるんですよ。そうすると誰から何を隠したいですかって言うと、それハッカーですか、役人ですか、だから不正アクセス、不正アクセスってのは役人の不正アクセスと、いわゆる目に見えないハッカーっていう不正アクセスがあって、どっちが心配ですか。で役人だったら僕、役人に本人確認をもうびっちしできるようにして IC カードやって、 IC カードリーダーで、でその数は配ったって地方公務員入れて33万人とか、まあ、まあ何百万人いったらそれで済むわけでしょ。僕の家族の子供まで IC カード配って、それを親がこう持ってる方がまたどっか行ってしまったとかあるかもしれないしと思いますけど。 IC カードリーダーっていくらするんですかね。IC カードいくらかな。リーダー別に今や、今重機だと2,000円、重機カード持ってます？持ってます。それからでも重機誰も持ってないんじゃない。持ってないけど、でも重機番号ご存知です？知らないでしょ。
だから住基番号というね、国民の番号を振られている番号を知らなくても何の不便も感じてなくて、カードを持ってなくて不便感じてないのに、今回また新しい番号を振られて、新しいカードを配られて、いつ誰が我々が納得するサービスにつながるかっていうのが不明なんですね、うん、これはもう全く不明。だから大騒ぎとしてものすごいお金を使ったいい電子政府というのは一体何だったのか、まあそれに対する電子政府ってないんですけどね、ない、うん、まあそういうことがあってはいけないということでこの提言が書かれている。で一番聞きたいのはその10期もそうなんですけれども、いい悪いなんとかって言ってたやつの今までの累計のお金ってどのぐらいかかってるんですか。わかりません。年間 IT がどんどん減ってきたんですけど、本拠地はね年間8000億円ぐらい払っていたのが5000円、いやいや5000億ぐらいな、年間の国全体が、外部流出している IT の経費は、うん、だけど今回これが導入された以降にどうなるのかっていうのは、イニシャル5000億とか言っていて、その数字もまあ一桁も違うんじゃないかってまあ我々は思ってるんですけども、まあでもまかり通ってますからね。みんな縦割りでね同じようなことをやって、いやしかもこのまたマイナンバーで新しい番号やって住基番号で、で住基番号は元になるんですよ。住基番号捨てるんじゃないんですよ。住基番号っていうのを元にしつつ、うん、マイナンバーって振っていくので、そうするとあの住基番号も捨てないでしょうから、その組織 も引き続きあるし、合併するのかさらにでかくなっていくのか、そうするとあの使われない住基システムってどうなんだろうとか、非常にそういう意味では大きい問題なんですよね、これは。それであれですよね、税と社会保障の一体改革でその歳出をまあまあその少し無駄なところは省いて、で、行き届いてないところに出しましょうっていうのはどうやってできるんですかって言ったら、このマイナンバーっていうかこの共通番号制度があるからですっていうのが大体の説明にもなってまして、うん、だからこれがちゃんとうまくできないと、それが逆に言うと言い換えるとできないってことなわけですよね。まあ、それぐらい重要なことだというふうに思います。韓国は携帯で、自分が複数のメガバンクとか、まあ、銀行に口座を持っていると、その口座の名寄せが自分でできるんですね。パッパッパッって入れて、でそれはなぜできるかというと、自分がその携帯から認証を取るんですね。本人確認っていうのを政府にビーってやって、その認証局っていうのができていて、で通信でやって自分がパッてやると、その番号を持って、金融機関から口頭利が出てきて、だから私のところから三井住友銀行、みずほ、三菱 UFJ っていうのが、自分で全部わかると、うん、いいですね。ほんでそれでそのみんな確認してますよ。何してんのかなと思ったら、だから休眠口座もないわけですかね。休眠口座、いや、まああってもその休眠口座もちゃんと、まあ、わかるわけね、うん、ぜひなんかご質問とかだからぜひご関心は持ってほしいなと思います。